フォーク。もうこの傷とか。ね、仕事してるって感じしますよね。こんにちは、マスターピースの中瀬です。中です。今日は、おいどりは撮ってたけど、じっくりと電車を撮ったことない、はい、メッセンジャーの高田くんの、はい、マスピの常連の高田くん、はい、これが毎日お仕事のために乗ってるピストですよね、うん、これカーテンのアベニューローの L サイズで、クリキン、はい、で、フォークがカーボンのベントフォーク。もうこの傷とか。ね、仕事してるって感じしますよね。ね、年がら年中走るから、うん、泥よけね、うん、もうこのオレンジがなんか高田くんって感じがしますよね、うん、で、結構手足長いから背も結構長くなってて、で、やっぱり街乗り、東京でもそうだけど、メッセンジャーはブルホーンが圧倒的に多い。あ、それはどうしてですか？だからライダーみたいにこう出っ張ってたらすり抜けできないし、うん、ドロップの下半持つまではスピード出さないし、はい、かといってここ持てばある程度加速とか坂登りやすい。で、ほら機能的なとこに、やっぱりハンドルがあるからね、うんうんうん、っていうので、やっぱり東京でもメッセンジャーは部門が一番多いかな。あ、そうなんですね、うん、いや、機能と効率を求めた結果のブルホンっていうのは今まで、うん、私は考えたことがなかったから。あとは、まあ、サドルセライタリアのターボで。あ、そうなんですね、うん、で、ボトルゲージが2つ付いてます。おー、2本。そうですよね、うん、カーテルはあの取り付ける穴はないですもんね、うん、っていうところかな、うん、あ、なんかさっき聞いたんですけど、リアのタイヤは3ヶ月に1回ぐらいもう あの頻繁に変えるから長持ちしやすい、うん、マキシスのパーサーっていうやつが愛用してるみたいです、うん、がなんか指定らしいね、うん、で、それとチェーンは1年に1回は変えるかな。うんうん、相当伸びるでしょうね、うん、で、フロントはね、そんなに消耗しないから3年ぐらい持つかなって言ってたよね。あ、やっぱりね、リアタイヤの方が、うん、多分バック踏んで減速するとかっていう動きするから、どうしてもね、うん、消耗しやすいですもんね、うん、これギア比はなんぼだ。フロント48のリアが17ですね。2.8 2.8? まあちょうどいいとこじゃない、うん、もっと重いかと思ったら、でも重すぎても漕ぎ出しが大変だもんね、うん、やっぱりね、ゴーストップ多いからね。うん、そういうことか。そう、淀川走ってるわけじゃないからね。そうですよね、 2.5 なんてちんたらすぎますもんね。やっぱ 2.8 がちょうどいいのか。ね、トゥークリップじゃなくてストラップ、うん、の方がやっぱり面積広いからね。うん、このペダルもなんか良さそう。で、スニーカーで動いてるからね、この年季が。これまたレアだよね、メッセンジャーのチェーンリングで PCG130 かな。おお、まあその方がね、いろいろ特価引っかいもできるし。なるほど、うん。え、高田くん、それは何か理由があるの？うん、安かったから。安かったから。で、普通だったらみんなね、あのバーテープつけるけど、はい、もう呼吸倒しまくるから、うん、すぐにダメになるから、もう鼻からバーテープも巻かない。そうそうそう、なるほど、うん、もう効率を極めてる感じだ、うん、っていうので、こういうのを見て、あのバーテープいらないっていうやつもいるのよ。あ、確かに。そう、あのメッセンジャーとかに似てるっていうんでね、うん、あ、なるほどね。そうそうそう、無駄なく、もう いらんものはもういらんっていうことね、うん、で、今日はね、泥ってこうやってついてるけど、時々これの代わりに T
手ぬぐい巻いてることもあったよね。ああ、夏場だったかな。てな感じで大阪のメッセンジャーの高田くんのデリシャでした。はい。格好は大抵赤い服着てるから、だからね、多分ね合ってる人はいっぱいいると思う。目立つね。そう。あったら応援してあげてください。はい、ありがとうございました。バイバイ。